アレクサンダル・プリオビッチは、スイス・ザンクトガレン出身のプロサッカー選手。セルビア代表。アル・イテハド所属。ポジションは FW。FC ・ザンクトガレンの下部組織で育成されたが、プロ契約は結ばず16歳で、パルマ FC に加入。2008年4月27日のオレッジイナカルチョ戦で、プロデビュー。2008年8月7日、トライアルを経て、 ダービーカウンティ FC に加入。2008から09シーズン終了後、MSV デュースブルクやオーデンセビー系のトライアルに参加したが、いずれも契約には至らなかった。2010年2月1日、FC シオンに加入。2013年7月1日、契約満了により退団。2013年8月15日、ユールゴーデンイフと2年半契約を結んだ。 2015年7月9日、レギアはルシャワ2遺跡。2017年1月16日、ポックテッサロニキが190万ユーロで獲得。当初はセルビアの年代別代表としてプレーしていたが、U-20 からスイス代表に変更。2017年2月、プリヨビッチはセルビア代表への再変更が可能か、フィファに問い合わせ、翌3月に変更が認められた。 2017年10月9日、2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選最終戦のジョージア戦で、アレクサンダル・ミトロビッチのクロスを頭で決めに、大会ぶりとなるワールドカップ出場決定に大きく貢献した。ありがとうございます。